で次がこれ、ピンクベラの錦。これねすっごい綺麗になります、うん、あのちょっとショートで後で見せていい、自分の持ってるやつ、うんうん、はい、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、今日めっちゃ天気がいい。ね、昨日雨でね、聞き取りづらくてね、うん。本当にすごい天気がいい。昨日はあの聞き取りづらくて申し訳ございませんでした。はい、雨の時って、うん、ビニールハウスって他の場所よりもっと音が反響しちゃうんだけど、うん、ビニールで音がこう弾かれてね、すっごい反響して、うん、ちょっとした雨でもすっごい大雨みたいに感じます。びっくりして外出るとあれこんなもんとか思うぐらいね。ただ外だと見ないがないので紹介とかが、ね、うん、できないので、そしてあの雨の中苗を外に持っててご紹介っていうわけにもいかないので、あのビニールハウスの中でちょっとお見苦しいお聞き苦しい動画になってしまいましたが申し訳ありません、はい、今日は晴れなので一生懸命いっぱい喋らせてもらいます、はいはい、で今日は、うん、ゴールデンウィーク、うん、三谷区祭りやってるんだけど、トロピカルガーデン、うん、ノベルティのつくセットのノベルティが新しく追加されます、はい、で、追加されるのが今回こういう形のエコバッグとはまた違うミニバッグ、うん、かなり薄地なんだよね、うん、薄い生地のでこんな感じです、はい、持ち手がついていて、うん、こんな感じのエコバッグを用意させていただきました、はい、そして柄が、絵柄が、うんうん、まず蝶々とタニク、はい、それからミミズクとタニク、うん、これめっちゃ可愛くて、まず蝶々とタニクも可愛いんだけど、うん、ミミズクとタニクがめちゃくちゃ可愛いなと思って、うん、でその次トロピカルとタニク、うん、なんてだっけ、なんとか大橋じゃなくて、大橋なんとか大橋、うんうん、あのちょっとエキゾチックなバードですね、あのトロピカルなタニクでちょっとトロピカルっぽいでしょ、うん、ね、可愛い、ね、超可愛い、すごい可愛いです。で次がブリトニー君です。 T シャツとね、お揃いです、はい、もうこの T シャツ気に入ってて毎日着てるんだけど、ね、色違いでこれと、うん、もう一個のナチュラルか、うん、ナチュラルともしくは豚ちゃんを交換してきてるいつも、うん、ね、知ってる、ね、知ってるよね、うん、こんな感じで、うん、ノベルティのつくセットっていうのが、うん、10、うん、な中サイズのエケベリアが10のセット、はい、それから、はい、その辺のセットです、うん、寄せ植え系のセットにノベルティのセットがつきます、うん、今までのポーチとかついてたノベルティがこれに変わるっていう、本当にまだポーチとかも継続してやらせていただきます、うん、それに、うん、そのノベルティにこのバッグが追加されますので、はいはい、2セットいってご購入の場合は1セットプレゼントとかいつもやってるんだけど、うん、今はちょっとまだやってないんですが、うん、よかったらご購入ください、うん、はい、はい、そうだね、最近ね、うん、ノベルティ、そうだよね、ポーチとハンカチだったよね、でも絵柄が変わったりしてたよね、うん、そうだね、しばらくぶりに新しいノベルティが追加されたので、うん、結構だからさ、今までのトートバッグと比べると薄いから気軽に持てる感じだよね、うん、そうだね、薄くて小型なので、うん、お散歩用の犬のお散歩行く時とか、うん、あ、そうだね、本当にそういうのに使えるぐらいのサイズです、うん、で A4 のサイズ のバッグになってるので、うん、キャンバス地のがっつりした生地じゃなくてもう洗濯ガシャガシャできるような、うん、こんな感じのバッグになってます、うん、ね、ちょっと何か入れるのに、ジュースとか入れて持っていくのにとか、すごく便利なサイズだと思います、はい、はい、よろしければご購入よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これが付く対象の商品は、商品名のタイトルに先頭にノベルティ何々付きとか書いてありますので、うん、そういう商品が対象になります。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それからまたちょっと新作を追加させていただきたいと思ってT シャツがなんか最近ずっと、うん、なんだろうな、神様とか、うん、このね、仏様とか、それと蓮の花を連想させてタニクとコラボしたいなと思って、うん、ね、ちょっとその辺のちょっと縁起物って言ったらあれだけど、自分ではそういう神様とかそういうね、こと大好きなので、うん、ちょっとそれとコラボさせていただきました、はい、まず一つ目これね、かわいいんだよこれ、かわいいでしょ、何くぬほほずりして寝ちゃってろ、そうなんだよ、ちょっとうたた寝してる感じ、ね、うん、それがハスの花が代わりにエケベリアになっております、うん、はい、なんかちょっとほんわかした感じのイメージのちょっとね感じになっています、うん、ちょっと優しい表情で
すごく可愛いんだけど、うん、これ絶対自分で着開運系だね、しかも、うん、ちょっと自分で着たい、運気が上がりそうだもん、これ着てると。なんかなんとなくアジアンな感じですごく可愛いかなと思って、うんうん、ね、今までにないちょっとイメージかなと思って、うん、あの作らせていただきました、はい、それから2枚目、あ、これ2枚目違うガネーシャちゃん、うん、ガネーシャちゃんでゾウさんでやらせていただきました、うん、ちょっとこれは写真チックな感じに作らせていただいてます、はい、ね、ケベリアも結構リアルな感じに作ってあります、はい、めっちゃ可愛いこれ、うん、一番最初に自分でちょっと可愛いなと思ったんだけど、うん、その次も可愛いんだよ、うん、ちょっと言い見せて、はい、次見せます。ガネーシャはこれもガネーシャですね。そうそうそう、ガネーシャとタニックでイメージさせて作らせていただきました、はい、あのこれはちょっとイラストチックな感じに仕上がっています、うん、多肉のね、イラストもイラストチックです。全部可愛いね、商売繁盛とかの神様なんだよね。そうだよね、ガネーシャね、大好きで自分ではガネーシャの着物を飾ったりとかするので、うん、すごい可愛い、また優しい顔のこのガネーシャちゃん、うん、可愛い、こっちもでも優しいよ、顔がほらすごい可愛い大好き、ね、うん、すごい好き、あのもしあの好きな方いらっしゃったらこれ商品今日追加させますしますので、うん、あのよろしくお願いします、はい、そして白のリクエストもすごく多かったので、うん、普通のホワイト、うん、これも T シャツに追加させていただきます、うん、なのでカラーにホワイト、それからガネーシャ、うん、のこっちのタイプと、うん、このイラストチックなガネーシャちゃんのタイプと、はい、ちょっと大仏様っぽい感じの、はい、うん、ちょっと縁起のいい感じの高木ブー様じゃない、違う、はい、優しい感じの大好きな、あのちょっと優しい本当に癒し系な感じだね、うん、もう絶対これも絶対自分で着たいと思ってるけど、うん、ね、そうだよね、うん、いいよね、そう、すごい可愛い、これを追加させていただきます、うん、で3種類とあとホワイトカラー追加しますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、そうだ、 T シャツは、うん、大丈夫、2枚であの1枚プレゼントキャンペーンまだ行っておりますので、はい、ぜひこの機会によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、何枚あっても毎日変えられるからすごい楽しい、うん、自分なんかはもうハウスの中で汗すっごいかくので1日に何枚も着替えます。そしてすごく汚すので、うん、ガシャガシャ洗えてすごくいい T シャツです。持ちもいいよね、でも普通に持ちもいい、あのインクが落ちたりとかもないし、そうよれても来ないしね、そう襟が伸びちゃうとかも全然ないし、うん、もう全然大丈夫ですね、うん、おすすめです、はい、ね、これは S サイズだよね。で今ガールズサイズも追加されてますので、ガールズサイズも白ホワイトとか選べるようになってますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、で明日、うん、それから月曜日までか、ゴールデンウィークだよね、うん、ちょっと土日が事情がありお店が開けられないのですが、金曜日月曜日まで、午後のハウス販売ご予約受けたまっております、はい、で明日はちょっとねあのご予約たくさんいただいてて混雑する可能性があるので、駐車場ついてもしいっぱいでしたらお声掛けください、はい、で明日も月曜日も事前にご予約をいただいてのご来店をお願いしております。駐車場の関係で、はい、止められる台数が限られておりますので、事前にご来店前にご予約をお願いいたします。はい、はい、神さんの苗も金曜日月曜日でもう最後一斉にまたあの日ごとにちょっとずつ追加出させていただいてたんですが、うん、最後全部出させていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。で明日からハウス販売で、うん、あのまた苗を追加させていただきますので、はい、明日と月曜日こちらの苗はハウス販売で販売させていただきます、はい、それからネットショップの更新も明日させていただきますので、あ、今日にしようかな、今日がちょっと更新ができない、今日にします、はい、はい、今日更新させていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、で苗をじゃあ端から紹介していきます、はい、でこれがまず1個目、緑亀の卵、懐かしいんだけど、懐かしいね、そうこんな感じでプチプチしててすっごいまん丸の感じです、うん、で緑亀の卵って見てもらうと分かるんだけど、ちょっと肉が厚くてねザラッとしてるような見た目なんだよ。ザラッとしてないんだよ、でも触り心地は、うん、つるっとしてるんだけど模様がね、そう亀の卵っていうよりも、うん、亀の足をなんか連想させるようななんか見た目がね、うん、感じです、はい、ね、これが緑亀の卵です。プチプチした感じのセダムになります、はい、次ね、うん、久々にでも見たなと思って緑亀の卵って、ね、でこれがあれです、下山コロラタ、結構人気でね、すぐなくなっちゃうんだよ。爪がチュンチュンしててすごく可愛いです、うん、で今持ってるのは2号の8です、はい、A の25の8です、こんな感じです、はい、大きさ的にね、
下山コロラダです。爪がめっちゃかっこいいんだね、ほら、ね、側面から見ると、うん、やばいね、これね、うん、で、次がこれがラビアンローズ、ラビエンローズ、あ、入っちゃったね、こんな感じでスポットと比べてラビエンローズ、はい、はい、真っ赤ですごい綺麗じゃない、うん、肉厚ですごい可愛い、なんかさ、ここに見た感じ、うん、あ、でも丈が揃ってるか、みんな見た目は一緒だね、うん、水分の量で色のみあれが違う感じだね、うん、ラビアンローズね、はい、で、次がこれさ、名札見せながらやると名札持ってっちゃうんだよね、間違ってで、ミルクパープル、ミルクパープルはね、こんな感じすごい可愛いです、ムチッとしたローラっていう感じです、うん、ね、ミルクパープルです、あのミルク色だけどちょっとそうパープルがかかってるのかな、そう、淡い感じのパープルがかった感じです、すごい肉厚で可愛いよ、すごいムチムチした感じが好きな方はおすすめです、はい、で、次がこれは自分の大好きな苗なんだな、ロンザニー、ロンザニーね、すっごい綺麗な、これね、そんなにすっごい巨大になるわけじゃないんだけど、うん、すごい綺麗、うん、ブルーライトのエッジを赤くした感じって言ったらいいのかな、でもね、うん、丈がそんなに、葉の丈がそこまで伸びないんだよね、ロンザニーは、うん、ね、で巨大化もしなくてちょっと平っとした感じの苗です、自分の中でかなり好きな、昔から好きな苗です、うん、ね、大きく育ててみようと思ったけど大きくはならなかったです、はい、ね、で次ちょっと石化系でクリシーライアンの石化、これめっちゃ立派なんだよ、見て、うん、すごくないこれ、ね、扇状でまるでうちわのようです、うん、もうね、どのやつもどの個体もほらすごい立派でしょう、うん、こんな感じクリシーライアン、うん、いいね、すごい可愛いよねこれね、うん、で、なんかほんのりまだ紅葉が残っててピンクっぽい感じに、幹がまたこの赤いのがすっごい綺麗じゃない、うん、ね、クリシーライアンの石化ね、はい、で、これも自分の中で大好きな品種、あ、もう見て、根っこがこんなに生えてる、チュブスの舌下です、うん、チュブスってね、ちょっと毛が生えた感じの品種なんだけど、うん、本当にでも毛って言っても可愛い、本当にうっすらの毛です、うん、ね、赤いちょっと肌にと産毛が生えてるような感じですね、チュブスの舌下です、舌下見るとみんな欲しくなっちゃう、全部欲しい、でね、これも可愛いなと思ったピーチガール、これ可愛くない、うん、ミルクパープルの緑バージョンみたいだね、うん、すんごいか、そう、すごいムチムチな、肉が厚くて、うん、こんなに厚いんだよこの見た目で、うん、ね、ピーチガールっていうぐらいだからピーチプリティとかも可愛いな、そうなんかな、そんな感じだよ見た目が、うん、ね、ピーチガールです、はい、すごい大きさもしっかりしてるよから、うん、こんな感じ、ね、うん、で、次がこれピンクベラの錦、これね、すっごい綺麗になります、うん、あのちょっとショートで後で見せていい、自分の持ってるやつ、うん、ね、アヨニウムみたいな、うん、そう、それぐ、そんな感じの色合いが、ね、うん、あの葉の色味がそんな感じ、うん、本当にね、これ見事な綺麗に、この錦の感じすごい綺麗です、うん、あの後でショート動画で見せます、うん、見せないとちょっと説明のしようがない綺麗、この綺麗さは、うん、で、ピンクベラは大きくはならないんだけど上に背が伸びてくれる品種なので、うん、上に伸びながらね、元気に育ってくれるので、伸びてしまったらカットしてあげてください。はい、ね、こんな感じです、はい。ピンクベラの2匹です。はい、これ本当おすすめ。本当に綺麗になるから。そうよね。うん、で、次がこれレッドグラウスの石化。グラウスって真っ赤になってすごい綺麗な品種なんだけど、うん、それの石化です。グラウスって最近見ないな。見ないね、グラウスね。うん、これもちょっと好きだね。すごい綺麗だね。これがちょっと、この部分が石化になってないの、ほら、わかる？こんな感じの元々の土台がこう裏にこうに線がキューって入るような爪があってね、うん、そんな感じの品種です。それの石化です、はい、ね、すごい綺麗になるので、これ本当、これもおすすめです、はい、でも今でも綺麗でしょ色が、うん、もっと赤くなります、でもグラウスはね、うん、レッドグラウスの石化、はい、はい、でそれから向こうにちょっと移動します、はい、で次が、ね、これがジュリアナ、ジュリアナ、これね、昔自分でも持ってた、昔すごい高かったんだよ、うん、で持ってて、あの紅葉期もっと真っ赤っかになります、うん、すんごい綺麗になります、うん、で大きくなるわけじゃないんだけど上に伸びやすいので、これもやっぱりカットしてあげてください、はい、ねえ、根っこ見て、面白いからちょびちょびいっぱい生えてるんだけど、いろんなところから、
子も出てる、これはね、うん、あの本当に見事に紅葉するので、冬の紅葉に期待して育ててもらえるとすごくいいです。で結構肉が厚くて育てやすい品種です、うん、ただ上に伸びちゃうっていうのがあるので、伸びたらカットで仕立て直してあげてください、うん、ジュリアナね。で次これも今回かなりおすすめです、うん、これどこからどこって思うでしょ、日焼けが、うん、これねすごいよこれ、うん、ほら群生だ、群生になってます、うん、シュガーベビーの群生です、はい、ね、シュガーベビーは今もう紅葉が結構冷めてきちゃってるんだけど、もっとねすっごい可愛いピンクになるの、ベビーピンクみたいな感じ、すっごい綺麗な色になります、うん、で葉が密になっていて、で群生していくタイプです。どん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 群生していくので、またここから子がどんどん群生していきます、はい、ね、シュガーベビーの群生です、はい、鉢と比べるとこんな感じね、すごい大きくて立派です、うん、一株が、ね、みんな一株がこんな感じになってるので、ね、で次がこれさ、新品種じゃないんだけどさ、前に販売させてもらったヌダなんだけど、うん、面白くない、なんか色味が、うん、錦ではないこれ、錦じゃないんだよ、で強い日に当てたわけじゃないんだけど、こんな感じで面白い色味になってきて、薬害でもなさそうだし、うん、そうだね、うん、なんか面白いなと思って、これ一個育ててみようかなと思ってます、うん、色味が可愛くない、なんか、うん、ね、でもさ薬害とかだとだんだんね、こう中心からダメになって死んでしまったりするんだけど、そういうんじゃないから新しい葉っぱちゃんと綺麗に生えてきてるんだよね、うん、何の加減なんだろうね、すごい綺麗だなと思って、うん、次ね、はい、次が再販リクエストをたくさんいただいておりました、はい、サラヒメボタンのハイブリッド2匹の選別種、はい、ひらっとした八尾山本店さんの時に販売させていただいた、すっごいスケスケで綺麗な子です、うん、やっぱり綺麗、これね前回の時自分で買えなかったので今回こそは買おうと思っています、はい、見て、もっとねピンク濃くあの紅葉します、うん、でもあの暖かくなってきて紅葉が冷めてるので淡いピンクですが、すっごいこれ綺麗です、ね、綺麗だよね、どうした、いやそこにすごいギザギザしてるのがあって気になるな、ほんとだ見て葉っぱがすごい綺麗、サラヒメボタンハイブリッド2匹の選別種っていうことだから、うん、本当だちょっとだけ違うこれね、うん、葉っぱがね、全体的に他の葉っぱも、うん、でも似たような感じにはギザギザしてるもの、うん、もあるんだよね、これもでも裾の方はギザギザしてる、うん、やっぱ2匹だからさ、うん、モンスト系のそういう素質もあるんだろうね、あるんだろうね、すごいかわいいね、うん、で次がこれもリクエストたくさんいただいておりました白雪です、はい、あのウォーターマークがすっごいくっきり出るタイプのやつです、うん、たださ思ったのがやっぱ紅葉が冷めてるからまたイメージがちょっと違う、うん、そうだね、あの前回の時はもっと黄色い感じだったんだけど、うん、今回紅葉が冷めて緑になって春仕様になってるけど、でもそれがまた綺麗、すごい、うん、ね、このウォーターマークがすっごい綺麗です、この品種はね、はい、数量はそんなにたくさんないのでお早めにご購入よろしくお願いします、はい、で次がこれがねベックリン、名前が可愛いのベックリンだよベックリン、うん、もしなんかちょっと子犬を迎えたらつけたい名前だね、ベックリン超可愛いね、うん、ベックリンです、で一つがこの 2,3 頭になっていて、うん、みんなねこんな感じで 2,3 頭になっています、はい、でちょっとカクカクした感じ、チフトのお松みたいな感じだよね、うん、かけるなんかアメチスチーム、なんだろうね、すごい可愛いベックリンです、はい、ね、紅葉すると黄色くなるタイプだね、これはね、うん、そういう色味をしてます、はい、で次が次するよ、はい、あ、見てこれ可愛いから新品種じゃないんだけどさ、うん、これもそうだ、七福ミニ、うん、これも追加させていただきます、はい、超群生です、はい、深い爪がちょんちょんしててすっごい可愛い、可愛いね、ね、七福ミニです、はい、これ追加とかじゃないけどめっちゃ可愛いんだけど、だるまふく娘の2匹、うん、すごい綺麗にね、紅葉と2匹で、うん、これは追加じゃないけどまだ在庫販売してると思う、俺も欲しいな、これ欲しいよね、これね、うん、ちょっと育てたい、モリモリにしたい、ね、で次がこれ、ピンクステラの群生です、ピンクステラの群生、ピンクステラももっとね可愛い感じのピンクに紅葉します、もう紅葉が冷めてきてしまってるので、うん、あのまた秋以降のお楽しみに皆さん育ててみてください、はい、もうすっごい可愛くなりますこれも、うん、ね、もう紅葉冷めてるのでこの色です、で次これがラベンダーカード、すごい可愛い、ラベンダーカードって前あったね、前もあった、もうすごい可愛い、なんかこのなんて言うんだろう、ボコついた感じとさ葉っぱが面白い、これサボテンみたいになってる、うん、
ね、うん、ラベンダーカードです。はい、すごい綺麗だな、欲しいな。次これはピンクバニー。はい、はい、ピンクバニー、こんな感じです。すごい綺麗だね、これもね、うん、ちょっと重量感のある感じのないです。はい、ね、ブラッド系ってさ、こうやって2匹っぽくなるんだよね、苗が。それがまた面白いところ、うん、ね、ピンクバニーです、はい、大きさはすごいしっかりしてます、はい、ね、爪もあるんだ、すごい綺麗。なんか見てると欲しくなっちゃうんだよね、うん、今日もさ、一生懸命場所を開けてさ、うん、してたんだけど、行き場所また作んなくちゃ。まだ向こうにもあります。はい、次がね、これがアイオニウム、はい、あのピンクシスターです。すごい可愛い色してるんだよ、うん、ね、で子供がこんな感じでポコポコポコとついています、うん、ね、で肉は結構厚めのアイオニウムかなっていう触った感じがねします、うん、ピンクシスター、歯幅も結構太めのしっかりした感じになります。はい、はい、こんな感じしたもんね、うん、ピンクシスターです。で次これもすごい、これ自分でどっちのアイオニウムも自分で購入を考えています。これが花火だったかな、花火。見てこの色の感じ、すんごい綺麗じゃない、うん、でさ、なんかさ、薄葉なのに葉がボコついてるんだよ、わかる、うん、この綺麗な感じわかんない、わかる、大好きなんだけど、これ花火がバーンって広がってるみたいな、うん、そう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 、ね、本当にそういうイメージ。大きさもすごいしっかりしてます。2号と比べてこんな感じです、うん、ね、これは小株がそんなに吹いてるとか、そういった今吹いてるやつもある。ネットショップの方ではなるべくね均一にして送らせていただきますが、時々小株がついてるものもあります。小株がついてるものは、うん、だね、頭の方が大きい、頭の方がちょっと小ぶりだから、両方のトータルで同じ径ぐらいになると思ってください、はい、両方の径、全体的な径数でいうと5号サイズぐらいだね、うん、ね、幹はこんな感じです。はい、はい、こんな感じかな。でこの苗たちを明日ハウス販売で販売させていただくのと、うん、ネットショップの方は今日更新させていただきます、はい、T シャツと一緒にぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ノベルティ付きセットの方もぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、夏なのでいっぱい着替えてください、うん、もうすぐ夏なのでめっちゃデザイン増えてるよね、うん、ね、ね、でちょっと、うん、あの商品を登録する都合上デザインがそこまでいっぱい増やせないので、あの、ね、古かったデザインの上にちょっと塗り替えをさせていただきますが、もしね、うん、あの前のこのデザイン欲しかったとかあったら言っていただければ変更できますので、うんうん、あの全然お申し付けください、はいはい、で今日はホワイトの T シャツが追加になるのと、ガネーシャちゃんと大仏さんと、あとそれから大仏、あ違う、ガネーシャちゃん、リアルガネーシャと、あとイラストガネーシャ と、 あと大仏様、大仏様と、あと白、ホワイトが、うん、あの T シャツカラーに追加されますのでよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じです。はい、じゃあ大丈夫かな。はい、はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。